Hey yo, I'm Epon, and now we are playing as Eleanor. Sorry if I pronounce it wrong. And well, I already set up her skills. And yeah, let's see how it works. And we have a new conversation. Dosta, life set though. 女を見かけで判断しちゃダメって言われたんだけど、僕どうしていいかわからないんだ。それは男の永遠のテーマだよな、アイゼン。ああ、女という生き物は実に厄介なものだ。息をするように嘘をつけるのが女。女の嘘を決して見抜けないのが男。わかる、わかるぜ。 刀で切られた傷よりも、女につけられた心の傷の方が治りが遅いのさ。そんなに？女の涙には気をつけろ。決して女には油断をするな。これだけは覚えておけ。女の涙には気をつけろ。油断するな。ちょっと、あんたたちにライフセットに変なこと教えないでよね。真実だ。 あんまり余計なことを吹き込むな。あんたたちを食らうから。おお、怖い怖い。剣士も海賊も女で苦労してるようじゃのう。ま、その面倒くささが女というものじゃよ。わしはお主らに強い同情と深い同情を感じるぞ。今のベルベットとマギルーをどう思った？ベルベットは六郎たちを食べたりしないし、 マギルーに分かってもらえてる感じはしなかった。女を見かけで判断するなというのはそういうことだ。そしてお前はそれができているようだ。あ、うん、私は違いますからね。感情と関係なく涙を自在に操る女性はいますが、みんなが、そうではありませんし、私は嘘が嫌いです。アイゼンやロクロの出会った女性が極端だっただけです。 エレノアは嘘が嫌いなんだね。え？あ、はい。ライフセットが俺たちのようにならないように、お前が見本を示してやってくれ。言われなくてもそうさせていただきます。エレノアも見かけより気が強いよね。I like the romance. It's always funny. So, our first fight with her, with a spear girl. Oh wait, I have a chain. Failed. All right. I have to set her as at the first place. And now I have new skills. Damn. But okay. Yes, I know it's a bit. Whoops, it's a little random. I just slipped a German word. Damn.
消えないけど、刻んだ星を。リーサルピー。その程度で。くだらない。そこよ。つむじぎか。つむじぎか。描けそうなの？その程度で。怪我はないようですね。 It's not bad, but not the right moment. もなしに立ちふさがる。 怪我はない？うん、大丈夫だよ。 Okay. I think I will just choose a lower level. Level 3. 探索戦! なんか拾って。これ珍しい気がする。キラキラしてるのはキラハガネかも。キラハガネ？剣や武器の素材になる金属だ。限られた地方でしか取れないレアメタルだな。キラハガネの産出地ならここはエンドガンド領かアイルガンド領かどちらにしろミッドガンド領から相当離れた辺境だ。 声量も大した人員を配備していないだろう。さすが海賊。金目のものと警備には詳しいな。追い立てられる危険は低いってことね。一つお手柄よ、ライフセット。うん。でも手は洗いなさい。正確な場所は人か町を見つけて聞くしかなさそうね。 But not always. What's the conversation? どうしたの? Life said. 女の人が見かけ通りじゃないとして、男は見かけ通りなのかなと思って。そうね。男は単純な生き物だから。男は単純。ほう、まるで男のことなら何でも分かっているような口ぶりじゃの。 どうせサンプルは家族だけじゃろうて。そうやって人を下に見てればいいわ。おお、その口ぶり。お主の恋人はさぞや素敵な殿方なんじゃろうの。そうね。顔はどんなじゃ。背は高いのか低いのか。あんたに教える必要ない。いつもスイングドアの向こうにいた人ゆえ、足元しか見たことなかった。とか言うまいな。 図星かい。素敵な片思いじゃの。その話読んだことある。確か足だけおじさんっていう小説。へえ、そんな小説があるんだ。私も読んだことありますが、
切なくて甘酸っぱくてとても面白い小説です。未読なら一度読んでみることを強く勧めます。アルトリウスを殺して暇になったら読むわ。あ僕が聞きたかったのは男が見かけ通りかどうかなんだけど。 Oh boy, Mysterious of the Pendulum。 しかし地上でキラ鋼を見つけるなんて珍しいよな。鉱物の産地とはいえ採掘は大変だって聞いたぜ。鉱物の採掘は山師と呼ばれる職人たちの技術や経験がものを言う。同じ鉱物が発見された土地の水質や植物などを調べ、似た環境にある土地へ行って鉱脈を探るのが常だ。それでも見つからないこともあるんだから大博打だよな。もっと簡単な方法はないのか。ペンデュラムを使って地下水や金属のありかを探る方法もあるって本で読んだことがある。ダウジングじゃな。ダウジング？ペンデュラムを地面に向けてぶら下げてマギンポン、まじないを唱えるとあら不思議、先っぽについてある鉱物が金銀財宝やら地底湖やらをクンクンワンと嗅ぎ当ててくれるのじゃ。眉唾ね。占いと同じで当たるも八卦、当たらぬも八卦。山氏の名には博打打ちの意味も含まれておる。なんでそんな占い道具みたいなものをザビーダのやつは武器に使ってるんだ。やつは戦闘中風で振り子の軌道を制御していた。鞭や縄よりペンデュラムの方が風で操りやすいんだろう。なるほどな。面白い技を考えたもんだ。そしてもう一つは自身の力の強化だ。精霊には大きく分けて治水家父4つの属性があり、それぞれの属性は相克関係にある。風は地を克する。風の精霊であるザビーダが地属性の鉱物を手にすることで力を強化できるんだ。精霊がそのようなことまで計算を。ペンデュラムが精霊の力に反応するならダウジングで鉱脈を見つけることもできそうだね。ああ、あながちバカにしたものじゃない。そしてザビーダの野郎もふざけた口を叩いているが、戦いに関しては緻密で計算高い。小難しいことを考えて武器を使っておるんじゃの。お前は考えてないのか。考えておるわい、いたしき人の方。あんたは何も考えずただふざけてるだけみたいね。死神が相手だ。風の刃を断滅しろ。覚悟もなしに立ちふさがる。Belle de Dom Sash。 What the hell? Weird name。 やった、倒したよ。
気に片付ける。呪い知らない進化を勝てる。そこだ。レーザーカット。レーザーカット。セイドブライト。セイドブライト。呪い。そこだ。不敗。一瞬で沈んだ分、幸福だった。あんた、ちょっといい？刀切りの仲間か？は？来るな！俺が悪かった！謝りながら切りかかんな！そこだ！大龍！What the hell is going on now? Oh, really?だから勘弁してくれ。だから話を聞きなさいって。怖がらないで。この人はタイマ師だよ。あ、私は一等タイマ師エレノアです。落ち着いて話を聞かせてください。確かにタイマ師だけど、なんでタイマ師がこんな奴らと一緒に。極秘任務の途中なのです。ここがどこか教えてもらえませんか。できれば港の場所も。どこって、アイルガンド領のカドニクス島だ。この警告を進めば港に出る。バンエルティアにつなぎをつける。お願い。もう一つ、刀斬りってのは何だ。ああ、最近この辺りで暴れてるゴーマでな、剣士ばかりを狙ってその刀を叩きるんだ。一刀対魔師まで何もやられてる。だから刀斬りか。そいつの刀は異国で作られた技物でな。盗んでやろうと住処を探してたら襲われちまったんだ。異国の技物。あんたも気をつけた方がいい。背中の王たち、刀斬りに見つかったらやばいぜ。ああ、やばそうだな。しかし、ゴーマ相手に盗みを働こうとは自業自爆じゃな。バカすぎたよ。きっとこれを機に足を洗えということです。ゴーマに殺されなかった幸運な命をもう悪事で汚さないでください。I got a conversation. その古文書、あなた読めるの？うん。いろんな言葉を勉強したけど、これは見たことない言葉で書いてあるから。エレノアは読めるの？私もこの言語は初めて見ます。このような珍しい古文書どこで？オートで掘り出し物を見つけたのよ。この子、本を読むのが好きだから。意外ですが、精霊は読書好きなのですね。
李彦風もしばしば読書をしていました。そうなんだ。ええ、何を読んでいたのかは知りませんが。僕を読んだですか？李彦風も本が好きなの？イエース、本は素晴らしい知識を与えてくれまふからね。でも A ランクの僕が読む本はライフィセットのようなお子ちゃまには難易度が高いかもですけど。好みの人間女子を口説いて器にする方法、可愛い子ちゃんと好き好きスキンシップ。おお。口説くってどういう意味？知らなくていいです。はい。とりあえずこの本は全部没収。問いただしたいことがあります。ビエンフ、後で厳しく尋問させてもらいますよ。ビエン。You seem to be enjoying this. ザン。六郎、なんか楽しそうだね。俺は夜叉だからな。夜叉、戦いの鬼神。ああ、切ってなんぼってゴーマなのさ。でも刀斬りは異国の刀で大魔師も倒したって。怖くないの？死ぬのがか？うん、死ぬのは怖くないが、生きたいとは思う。ん？切ることが俺の存在そのもので欲なんだ。それを満たすために切る、生きるなんてな。他者を切り殺すことが生きがいだなんて、ゴーマはどこまで行ってもゴーマなのですね。身も蓋もない言い方だな。さて、仕留めましょう。エアリオン、そうしろ。はぁ、ファーストエアリオン、リッチ、覚悟はいいか？かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン、次はドイツだ。スプリッパー、風の刃を断滅しよう。エアスラスト、エアスラスト、エアスラスト、つむじゲット、はぁ、つらなれ、ついてこう、エアスラスト、やっぱ、エアスラスト、やっぱ、やれやれ。片付いたの。行くわよ。命がいらないようだな。Wrong skill again. Kakugo もなしに立ちふさがる。It's a special enemy. So we are not gonna try. We are gonna win and beat it up. Let's go.He looks tough, but not tough enough.
Easy peasy. Oh, cool. That's cool. I can see how many chests I have on the map that I not opened. That's cool. Chocolate idol. It was all worth. The triple magic casting. But I like the combo. Well, thank you for watching. See you next time. Bye bye.